近鉄と JR で行ったんです。一緒の名古屋まで一緒にいたのに、はい、いなくなったんです。いや、近鉄行くって言って近鉄行ったんですけど、なんでかな。いや、近鉄が正解ですけど。あのさ、JR はほら、今でもやっぱ特急じゃないですか。はい。いや、だって近鉄グループが高いし、乗り換え大変だし、わざわざなんで近鉄行くのか。多分乗り心地は近鉄の方がいいです。そういうことだ。本数と現地集合ですね。連携は見られるけど現地集合だから連泊者成京さんと、はい、だから JR の三重さんと合流したと思ったら、はい、あの人と別れちゃったよくわからないことになっちゃった。三山さん、前半はもう3位で G1 初出場で、はい、独占スタートなんか気持ちも上がりますね。いや、どっちかっていうとあれからすぐは燃え尽き症候群、終わったなみたいな。はい、はい、まあ、でもちょっとラッキーはありましたけど、優作君が、はい、発想順でいうと早坂の後だったんですけど、はいはい、早坂があのいいタイムを出して1着を取ったから、はい、優作はまあ確実に立正杯を狙いにいってる感じで、もう本当にタイム取りに走ってるから、あ、でちょっとミスをしたから、あいつは、はい、そういうラッキーが絶対ありました。だからもともとの自分のタイムだったら、はい、これは自分で4だと、はいはいはい、まあ、4着4位かな、まあ、そういうのもあります。でももうそれは出るとそのだから見て結構きつかったんですよ。鳥で走って、はい、中ゼロで、はい、千葉で千葉の、はい、地区プロ予選のための記録会やって中1日でそのだから GSR カップ行って5時間走って、はいはいはい、中1で大宮走って、はい、中1で、はい、あ、それだから全プロ、全プロで5月から半端ないやつになりました。じゃあもう第2回に出てて前2、3、4と、うん、じゃあこれからはもうあそこにも出てるんですよ。今回あいつが出てる、あいつがあいつはあのリンク東北の運営者が出てるんですよ。運営者、お依頼さんですか。お依頼さんです。俺らは入れないと思って入ってます。前話したことがあって、その話で5月14日出たんですかって話になって、はい、出ましたって話になって、はい、なんか運営者側、こちらは運営様側です。運営様側の運営者側の強権持ちなんで持ってるんちゃう。剣すごいですね。レースも出てる、レースも出て、はい、レースも出て、どんな格好でお互い。いや、俺は普通にジャージなんですよ。俺はまあキャラジャージ。俺はあのちゃんとコスプレ、前おっしゃってたあの前は巨人ですけど、巨人でしたけど、今回は、まあ、調べてみてください。ネットで画像出てきますから、いくらでも。あの地区じゃなくて、全部で調べても出てきます。どっちにしろ出てきます。なあ、はい、じゃあ楽しみに。そうなんですね。いくらでも使ってください。わかりました。著作権はフリーかわかんないけど、俺はフリーなんで。俺の肖像権はフリー。わかりました。